探し出せ君のゾイド、ゾイドワイルドバトルカードハンター。あの金属生命体ゾイドがアミューズメントゲームになって新登場。最強のゾイドハンターを目指して冒険だ。立ちはだかる敵ゾイド、3体のチームを組んで迎え撃て。白熱のゾイドバトル、本能解放ワイルドブラスト、繰り出せゲームオリジナルの必殺技。最後はゾイドを発掘、ゾイドカードを手に入れて君だけのゾイド図鑑を完成させろ。何？伝説のアシュゾイドも登場。宝の地図をゲットしてお宝を探し出せ。お店で遊ぼう、ゾイドワイルドバトルカードハンター。それではゾイドワイルドバトルカードハンターの遊び方を見てみよう。早速ゲームスタートだ。セブカを持っている場合はここで読み込もう。君がゲームで遊んだデータを記録しておくことができるぞ。セブカを使って自分のアバターを作ろう。名前、性別、外見など様々なデータを入力してくれ。一緒に旅に出る仲間を2人選ぼう。よし、これで3人チーム結成だ。ちなみにセブカを持っていなくても楽しむことができるぞ。アバターとチームメイトはレンタルできるんだ。次にモードを選択しよう。今回はバトルで遊ぶを選択しよう。今度は遊ぶステージを選ぼう。セブカを使って遊ぶとステージがどんどん広がっていくぞ。この大陸ではたくさんのゾイドが君を待ち受けている。セブカを持っていない場合はランダムに相手チームが登場する。3つのステージから選ぶことができるぞ。今回はこのステージに決定。出た！早速敵のゾイドが行く手を阻む。ブラキオサウルスをリーダーとしたチーム、こいつは手強そうだ。次にバトルの準備だ。ゾイドカードを3枚スキャンしてアバターが乗るゾイドを決めよう。相棒はワイルドライガーで決まり。今回仲間たちにはガノンタスとスコーピアに乗ってサポートしてもらうぞ。カードにはそれぞれチームポイントが設定されている。3枚のカードのチームポイントの合計が15から20になるとチームポイントボーナスが発生。相棒ゾイドがパワーアップするぞ。カードを持っていない場合は青ボタンでレンタルすることもできるんだ。そしてバトル支援カードを1枚読み込もう。バトル中にカードの効果が発動されるんだ。今回はこのチームの団結力を使ってみるぞ。このカードは君のチーム全員の与えるダメージがアップするぞ。他にもいろいろな効果があるバトル支援カードがあるから、うまく使ってバトルを有利に進めよう。さあ、いよいよバトルスタート。画面下の行動ゲージに注目。この行動ゲージが満タンになるとゾイドが攻撃を仕掛けるんだ。そのゾイドのスピード値が大きいほど行動ゲージが素早く上昇するぞ。君の攻撃だ。相手よりも早くコマンドを入力した方の勝ちだ。この場合はレバーを右右、そして最後に赤ボタンをプッシュ。勝てば攻撃力アップ。攻撃力はカードのアタック部分をチェックしよう。そしてコマンド入力を成功させるたびにワイルドブラストゲージが上昇。ゲージが満タンになると本能解放のチャンス。うむ、相手の攻撃きたー。レバーとボタンで素早くコマンドを入力して防御するんだ。この場合は下上、最後に赤ボタンをプッシュ。防御力はカードのディフェンス部分をチェック。コマンド入力が相手より早かったから防御が成功したぞ。ここでサポートゾイドの援護攻撃だ。サポートゾイドの行動ゲージが満タンになるとカードのサポートパワーに応じて仲間が援護攻撃してくれるぞ。攻防を繰り返しているとついに
おお、ワイルドブラストゲージが満タンになった。リングとリングが重なるタイミングで赤ボタンを押すんだ。本能解放、ワイルドブラスト。相棒ゾイドがパワーアップするぞ。ワイルドブラスト発動後にコマンドを入力するとワイルドブラストゲージがさらに上昇。この場合は下下最後に赤ボタンをプッシュ。満タンになるとゲームオリジナルの必殺技を繰り出すことができるんだ。燃えろワイルドライガー、必殺技発動。必殺技は赤ボタンの連打で威力がアップする。全力連打で最大威力の必殺技を決めろ。いっけー、おりゃー、決まった、君の勝利だ。それでは今回の結果を確認しよう。スコアに応じて評価されるぞ。セブカを持っている場合は君が乗ったゾイドとの絆経験値が保存される。絆経験値が貯まると使ったゾイドとの絆レベルがアップ。ワイルドブラストが発動しやすくなったり、ワイルドブラスト時の攻撃力などがアップ。さあ最後はお待ちかね、ゾイドを発掘だ。発掘前のバトルで勝利すると相手チームのゾイドのうち1体が勝利ボーナスとして発掘できるゾイドに追加されるぞ。欲しいゾイドカードを効率よくゲットするためのコツは、欲しいゾイドが登場するステージを選択してバトルに勝利することだ。つまりカブターレアホワイトが欲しい場合は、カブターレアホワイトが登場するステージを選択して勝利しよう。またもしバトルに負けてしまっても君の努力が認められれば、努力ボーナスで勝利ボーナスと同様に相手ゾイドがラインナップに追加されることもあるぞ。それでは真ん中のレーダーをくるくる回してサーチ。発掘できるゾイドを探ることができるぞ。さあ今回はどこを掘ろうかな。よし今回はここを発掘だ。なに、やったー、伝説のワイルドレア、ワイルドライガーを掘り当てた。ワイルドライガーがかっこいいカードになったぞ。続けてコインを入れるともっともっと発掘できるぞ。どんどんカードを手に入れてくれ。1ゲームで最後まで発掘を続けるとスーパーレア以上のカードをゲットできる発掘ポイントが出現。スーパーレア以上のカードを必ずゲットできるんだ。最初の1回目は発掘したゾイドカードかバトル支援カード、どちらかを選ぶことができるぞ。そしてゾイドワイルドバトルカードハンターでは条件を満たせば伝説のアシュゾイドを発掘できることもあるぞ。カードは全部で60種類以上。君と一緒に戦うゾイドカードと君をサポートするバトル支援カードに分かれているんだ。ゾイドカードはそれぞれのレアリティに応じてノーマル、レア、スーパーレア、ワイルドレアがあるぞ。手に入れたカードは冒険図鑑へ。君だけのゾイド図鑑を完成させてくれ。どうだった、冒険、バトル、発掘、ゾイドワイルドバトルカードハンターにはワクワクが詰まっている。君も今すぐプレイしたくなっただろう。しかも楽しいことはまだまだあるんだ。セブカを使って豪華なお宝を探し出せ。セブカを使ってプレイすると運が良ければカードの一部が宝の地図になることがある。宝の地図を光にかざすとヒントが出現。ヒントを頼りにお宝の位置を解読してみよう。お店のゲームについているお宝解読シートを使うんだ。さあ判明したお宝の位置を冒険マップで探ってみると、レアなゾイドを発掘しやすいアイテムをゲットできるぞ。今回手に入れたアイテムはスーパーレア以上のゾイドを見つけることができるアイテムだ。続いて期間限定ボスバトル。ステージ選択の冒険マップ上に期間限定でボスバトルが出現。
アニメに登場するキャラクターたちがゾイドに乗って登場。強力なゾイドを手に入れるチャンスだ。さらにトップ3ハンターチャレンジバトル。バトルカードハンターではお店のゲーム機ごとにトップ3ハンターが存在するんだ。冒険マップでここを選んでトップ3ハンターに挑もう。勝利すると君がそのゲーム機の新たなトップ3ハンターになれる。自慢のチームでトップ3ハンターに君臨せよ。防衛を重ねると名誉ある称号バッジをゲットできるぞ。探し出せ君のゾイド、ゾイドワイルドバトルカードハンター。さあ最強のゾイドハンターを目指す大冒険の始まりだ。ホームページで最新情報をチェックしてくれ。